先輩が、なんか、あれ、コヨーテが羊を捕食している写真なのかな？なんかそれを、多分、渡部先輩の、ね、ファンの方、シープの方が、渡部先輩に送ったのかな？なんかそれもあって、すごい怖がられていて、コヨは、食べることはしないので、食べたら、やっぱ、渡部先輩がいなくなってしまうのは、寂しいので、食べる気はないので、ぜひ安心していただけたら嬉しいなって思うんですけど、よろしければ、ハムハムさせてはいただきたい。なんか、渡部先輩の角って、ちょっと舐めたくなりません？え？渡部先輩リスポーンできるの？あ、ちょっと話は別か。じゃ、その話詳しくちょっと、今度調べときますね。なんだ、リスポーンするのか。やっべ。